one with yellow markers above your head. Non-reserved seating is in car number six.はい、皆さんこんにちは、ここは四ノ井線の松本駅なんですが、今回この動画は JR 東日本区間に直通する、311系中央西線運用に乗ってくるということでやっていきます。ここ松本駅は一応東京近郊区間なんですが、まあ、ご覧の通り311系がいっぱい並んでますね。東京近郊区間に人量の車両がいっぱいいます。今回乗る電車のドアが開くまで待っていたら、反対側のホームに373系の特急しなの号がやってきました。こちらの車両も同じく JR 東海人寮車両区の所属になります。長野市発の名古屋行きの特急しなの号ですが、松本で降りる人も結構いるんですね。今回乗るのは普通列車中津川行きですが、中津川駅はなんと長野県ではなくて岐阜県ということですね。東京近郊区間から岐阜県へ行く普通列車があるんですね。車内の広告はもちろん JR 東海仕様です。
松本を出発して約15分、塩尻駅に到着です。列車はこれより先 JR 東日本の篠ノ井線から JR 東海の中央西線へと入っていきます。13時13分ということなので、列車内に荷物を置いたまま蕎麦を食べに行こうと思います。いやー、この狭さは異常ですよね。ちょっと普通じゃない狭さなんですが、普通に営業しています。あ、すいません、大丈夫です。野沢菜わさび昆布そばっていうのを注文してみました。わさびの刺激と昆布のとろみが絶妙にマッチしていてすごく美味しかったです。塩尻駅には、日本で唯一ホームのぶどう園ってあるんですよね。日本で唯一ってこれ当たり前だろって話なんですけれども、今実がなっているような季節じゃないんで何もないですけれども、確かにぶどうの葉っぱですね。メルローとナイアガラって多分これ品種なんでしょうね。多分こっちの方にはナイアガラっていう品種が植えてあって、こっちはメルローっていう風になってるんだと思います。それでは普通列車中津川行きの旅を再開しましょう。ここ塩尻駅から JR 東海区間に入って、こっちの方向に行きたいと思います。塩尻から先はワンマン運転となるようで、方向幕にもワンマンの文字が表示されていました。塩尻駅を発車すると同時に新宿方面の中央東線と分岐します。次に中央東線から折り返しなしで直通できる貨物用の線路と合流します。かつての塩尻駅はこの線路の先にあったので、昔はこの線路が中央西線の本線だったということです。
7位駅で下車しました。この動画はここで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。